こんにちは。スポーツアイ ESPN がお送りします。 98-99 シーズンウェファーカップ、今日は2回戦の第2戦です。イングランドのアストンビラ、そしてスペインのセルタデフィーゴ、この両チームの対戦をご覧いただきます。解説はウェファー公認コーチの上田純さん、実況上田明でお伝えしてまいります。上田さん、はい、2回戦の第2戦、はい、まあ、これで、ね、3回戦進出が決まるわけなんですが、そうですね、大事なゲームになりますね、はい、特にですね、はい、このクリスマス前というのはですね、まあ、監督にとってどこに絞るべきかという点で、非常に重要な試合になると思いますね。はい、さあ、このウェファーカップなんですが、1回戦は9月の15、そして29日、ホームアンダーウェイでした。そして2回戦の第1戦が10月の20日に終わっています。そして第2戦が11月の3日、3回戦は11月24日と12月の8日行われます。そして準々決勝は来年になりますが、第1戦が3月の2日、第2戦が3月16日、そして準決勝が4月の6日と4月の20日です。決勝は来年の5月の12日という、これはもう一発勝負になります。こういった形で進んでまいります。さあ、そして1回戦の結果ですが、アストンビラ、これが相手がノルウェーのストロムス五等星となったんですが、これ6対2なんですね。はい、はい、第1戦がですね、まあ、3対2というスコアなんですけれど、はい、ストロムス五等星にとっては、勝ちゲームを落としたというところで、ちょっとショックがあったのかなと思いますね。でその後がゴリマのハットトリックですもんね。そうですね、で第2戦がこの方、はい、これセルタですね。そうですね、はい、アルゲスに対してもう失点なしだったんですね。正直言ってびっくりしましたね、はい、インターナショナルのゲームでこういう形になるのは、まあ、はい、珍しいんですが、予備予選ならまだしも1回戦でこれですからね。ですよね。そしてこの2回戦ですが、第1戦がこれアストンビラがアウェーで実は1対0で勝っているんです。そうですね、まあアストンビラ、はい、まあ、辛くも逃げ切ったというような感じですので、さあその次がどうなるかということですね。ですよね。ただこれホームになりますので、今やっぱ有利は有利ですよね、はいはい。さあ、そして、まあ、注目のチームになりますが、この黄色いところはもう放送しています。リバプール、バレンシア、その他はグランドような格好なんですが、今のところそうですね、まあまあ、引き分け、パルマ、ベティスも引き分けてます、ですからこの次の試合ホームに帰ってどうなるかということだと思いますね。ですよね、はい、フィオレンティーナも同様だと思います、はい、まあ、でも実際が第一戦というのはこれ絶対勝った方がもう2戦は絶対有利ですからね、はい、そうですね、はい、まあ、なかなかでもホームとアウェーの、まあ、戦い方も違ってきますので、はい、その辺のさじ加減というのも、監督の手腕だと思いますね。でしょうね。そしてこちらがセルタとアストンビラ、今ご紹介しましたようにジョアキンの1点でアストンビラが勝っています。これが第1戦です。そしてフィレッセ、ボルドーが勝っていますね。これアウェーですね、そうなんですよね、はい、それから CSKA ソフィアとアトレシコマドリッドなんですが、これはアトレシコマドリッドが勝っています。荒れた試合では6点入ってますし、またアウェーでアトレチコがですね、4点取ってるわけですよね。それからローマが勝っていますね。まあローマはね、上田さんも注目になりますかね。はい、本当にゼーマン監督の手腕ってね、やはり私は高く評価してますので、今後どうなるかということは本当楽しみですね。なるほどね、はい、ご覧のような格好でこの2回戦の第1戦が行われました。さあ、そしてこれからこの2回戦の第2戦が始まるわけなんですが、イングランドのアストンビラ、そしてスペインのセルタ、非常に楽しみなカードでありますが、大いに注目をしたいと思います。6%の飲み応え、バディーズ。自由ってやつを楽しみましょう。バドワイザー。手の荒れにケラチナミンがなぜ効くのか、ちょっと見てください。このクリームをカサカサした部分に塗ると、体の中の水分がここぞっと集まってきて、皮膚をスベスベに変えていく。これがケラチナミンです。今度のフィニッシュコア A は、喉の痛いところを治している間、新配合のミントがなんとも爽やかな気分にさせてくれる。で、そうしているうちにあらという感じで痛みが静まる。これがフィニッシュコア A です。たった一度だけの僕の過ち、君よ
許してたら今も二人同じ部屋に住み誰かに会いたい夜が来るいい事故少し言いました。さあ選手が出てまいりました。これからそのアストンビラそしてセルタでフィーゴこの両チームの対戦が始まりますが、まあ、先ほどお伝えしましたように第1戦ではすでにアストンビラがアウェーで勝っています。まあ、したがってセルタから言えば上田さん、まあ、後がないという格好でねこれ乗り込んでやるわけですよね。そうですね、本当にセルタでフィーゴはもう、はい、後がないですから、ここで攻撃的にやるしかないと思うんですね、はい、逆にアストンビラの方が少しこう、逃げるというか 1-0 のままでいいという形ですね、まあ、1-0 というか 0-0 のままでいいという形ですよね、はいはい、でその点、精神的にも非常に余裕があると思います、はい、確かに気持ち的な面では本当にこうアストンビラはホームへ来てしかも一つ勝って戻ってきてるわけですからこれはもう気分悪いわけないんだよね、はい、まあ、ただし何が起こるかわからないのがこういうインターナショナルのマッチだと思いますね、意外とあのアウェイに来たからこそこう集中できて一つになってというのは出てきますんでね、はい、そうですね、まあ、そういった意味では、まあ、得点を取る選手もこれ両チームともにこの人ってやっぱいますし、はい、それもこう見物といえば見物ですよね、はい、こちらがそのアストンミランのメンバーになりますが今言いましたようにあの9番のコリモアがその1回戦の第2戦、ストロムスコドセコ戦でハットトリックすごい活躍ですね、それから12番のジョアキムがこの第1戦の1点を取った選手ですね、はい、それから控えの方もね、はい、いるんです。若手のホープで、応援だけじゃないぞという形で、はい、22番やっぱりバッセルがいますね。ですよね、非常にいいストライカーですよね、応援のようにシャープなタイプとは違って、はい、彼はこう本当にこぼれてきた球をしつこく狙っているタイプで、非常にいいストライカーですね。そうですね。そしてセルタの方ですが、まあ、こちらの方もペネフとサンチェスというこの2トップがいますし、はい、あのモストボイも20番、はい、これも非常にいいんですよね。非常にいいですね、そこでやはり何といってもやっぱりあのチームが締まったのがですね、はい、やっぱりクロード・マケレレですね、フランス代表、はい、でフランス代表でもですね、本当にスーパーサーブとして活躍しました、はい、彼が本当に入ってからセルタ・デ・ヴィーゴはですね、チームが締まりましたね。あの後半に入っても全く運動量落ちない選手ですね、はい、さあこちらがもう1回ご紹介したんですがアストンミラのスタメンになりますがオークスがゴールキーパーそして2番チャールズ3番ライト4番がサウスゲート5番がエヒオクそれから7番テーラーで9番のコリモアそれから11番トンプソンに12番ジョアキムそして15番バリーに17番ヘンドリーこの選手もあの期待をしたいんですね。そうですね、上田さんよくご存知で私からするとですね , 笑っては失礼なんですが、あのリー・ボーヤーという、はい、本当に12歳14歳の頃から、この子がと思いますけれどもね。そしてセルタの方ですがゴールキーパーがデュトゥルエルそれからミッチェル2番3番ベルヘス4番がカセレス6番マジーニョそして8番カルピン14番がペネフそれから18番サンチェスに19番ジョロビッチそして20番モストボイ23番が今話がありましたマケレレ、こういった格好になっています。それから控えにはですね、やはりあのスコットランドでストライカーとして活躍しました、2、3年前ですか、はい、セルティックスですね、グラスコセルティックスにいたあのカデテってですね、11番ですね、はい、この辺もじゃあ注目という格好になりますが、さあゲームが始まりました。左から右に攻めるのがアストンビラ、そして右から左がセルタ、そのセルタがボールをキープします。そしてボールが入りますが、やはりこの立ち上がり、なんかこうセルタが行くぞという気持ちを今見せたようなね、はい、感じなんですが、ラファーになります。やっぱりこの立ち上がりっていうのは両チームにとって上田さん非常に大事になりますよね、はい、さあボールを持っていった、そしてシュートを打ってくる。いいシュートを放ったのがセルタです。今日は主審がアンション・アマンさん、まあ、当然この第2戦ゲームをさばくわけなんですが、まあ、
成一つで随分こう形が変わってきますから、まあ、慎重なこの採点になりますが、その中で今セルタが前半攻めようというところです。これかなりセルタやっぱり上田さん積極的ですよね。そうですね、でまたアストンビラの方もですね、はい、まあ、いつもといえばいつもなんですけど、あとこれがありました。これはチャンスになった。そしてシュートを打ってくる。うっとキーパー正面怖いですね。ヘンドリーですね、はい、本当になんかこうかわいってそうなんです、もう小さい頃からこの顔そのままですからね、はい、あ、そうなんですか。ヘンドリー・ボーヤが堂々とこの自分の中で、はい、この形でその本当にアストンビラはアストンビラのスクールからこういうのが上がってくるというのは非常にいいことですよね、はい、そうでしょうね、見習うべきところがたくさんあると思いますね、はい、まあ、戦い方としてですね、アストンビラは、まあ、イングランドプレミアシップを戦うチームで僕は心配がいくつかありまして、というとやはり前半かなり飛ばすんですね、プレスが行うんですが、はいはい、後半本当に疲れてしまうんですよ。まあ、彼はフィジカルの要素は男子陣はそんなに、まあ、高いことは高いんですけども、あまり使い方がうまくないと思うんですね、まあ、それは本当にいろんなウェファーカップの中の放送でも言ってきたんですが、はい、やはりファンの皆様がやはり騒ぐ戦いを求めるというのもあるんですけれど、やはりその辺をこう効果的に、使った方がやはりそろそろいいんではないかな、そういう時代に入るんではないかなと思いますね、はい、さあそしてここはジョアキムが上がっていきます。折り返してヘッドシュート、これはいいシュートです。しかしこの表情はオフサイドですか、ですかね。確かにコリマのトップのジョアキムからで、普通のマイナス気味のクロスで、前のクロスなんですね。いけますかね。これはですね、4番のカセレス、本当にアルゼンチンの非常にいいプレイヤーなんですけど、あそこで触るとオウンゴール、キーパーも出て間違えると後ろが本当に誰もいない状態になってしまってですね、すごくいいクロスだったんですよね、今のは。扱い早かったですかね、あとここはかなりもう興奮状態にも入っていますが、この2番ミッチェル、はい、本当にクロスボールというかですね、非常にレベルの高い試合になりますと、はい、クロスボールはですね、例えばタッチラインまでとかエンドラインまで行って、それからマイナス気味の折り返しのクロスボールですとか、はい、大きく前へ、いわゆるアーリークロスの状態で上げるというよりもですね、今みたいなほんのちょっとした前ですね、フロントサイドにこうクロスを上げるというふうになってますけど、前の方に、例えばストライカーが飛び込むというのが多くなるんですね、確かにクロスボールというのは非常にクオリティの高いボールであったらストライカーが点を取りやすいんですが、やはりディフェンダーもいますので、ディフェンダーが触ってオンボールになるぐらいのボールという形で、角度は非常にいい、なるほどね、本当にジョアキムの能力の高さを出しましたね、今球筋も非常にいい球をね、はい、ボールを蹴りましたし、本当にコリマがですね、はい、コリマの得点は1割で、ジョアキムの得点は、ね、90% というか、折り返しても勝負あったという、ね、はい、ことなんですが、残念ながらオフサイドになってしまいました。ただ辺のスピードはセルタが一体気をつけなきゃいけないところです。さあそのセルタがボールを持ちました。前半の5分を待っています。右サイドポーンとボールが出ますからです。逆にですね、はい、今セルタディビルは本当にオフサイドというか、多分ディフェンダーも分かってなかったと思うんですよ、はい、コリマが先に入ってしまったという形で、ラッキーだったと思いますね。なるほどね。ジョアキムの能力はああいう形でスピードに乗りながらも、はい、まあ、アタッキングクロスって言うんですけど、その攻撃をしながらのドリブルをしながらのクロスを上げることが可能な選手だということで、はい、注意することができるんですね。ということはセルタも1点やられたという雰囲気だったんですかね、今ね。そうでしょう、この両チームなんですが、現在そのプレミアリーグではアストンミラはイングランド、これ今トップなんですよね。そうですね、ですからアストンミラはこのウェファーカップ、はい、それからプレミアとですね、2つとも取りたいんじゃないかなと思いますね。でしょうね。6勝で4つの引き分け、負けがないんです。失点はこれ10試合で3しかないんですよ。すごいですね。これはすごいですよね。これはセルタがボールを持った。さあチャンスになった。そしてゴール前で打てるか、左打てないか、一人かわそうというところが打てません。いい形を作ったんですが、さあそしてもう一回モソボイがボールを持ってベレスが行きます。ベレス
コンポーンときますがためクリアです。あと今手を使ったかなというところですが、11番のトンプソンハンドを取られました。このセルクの攻めもこの辺非常に速いですね。ものすごい速いでしたね、ですよね全然違います。見えではなかったですけど、はい、さあこれはしかしゴールのから20メートルぐらいでしょうか。しかも中央です。どういう形で来るか、ペネフかあるいはモストロか、非常にこれあのシュート力を持っていますから。そうあのモストロの、フリーキックというのもよく攻めるリーグは決めてますよね、はい、ペネフも構えています。さあ笛が鳴りました。そのペネフのシュート、クロスバーを変えました。このセルタはあの1回戦の第2戦アルゲスペシティなんですが、ペネフが3点取りました。でトマスが2点、それからサンチェス・マティーニョが1点でしたということで、一気に何点も取ったんですが、そのペネフのフリーキックです。この人の獲得はセルタには大きな、ね、収穫を得ましたよね。あの、力強いストライカーとしてやはり、はい、期待されますよね、それからあの難しいんですが、クラブ経営とかクラブ の, そのスカウティングという点ですが、あのセルタルフィーゴはですね、今回あのリーグの方でも非常に好調なんですよね、はい、そうなんです。そのスペインリーグでは現在4なんですが、3勝5分けでこれも負けがないんです。はい、はい、あのやはりですね、まあ、あのいろんな補強と今までの選手ということもあるんですが、カセレスですとか、はい、それからマジーニョが、まあ、あの日本で言われるボランチの位置ですね、ディフェンスワークをやってますし、はい、それからもう一つがやはりマケレレですよね。ミケレさんか、ユーロカップ内であのセルタルフィーバーみたいな私今回初めてなんですが、はい、マケレレがですね、先ほどから左腕にキャプテンマークをつけているような雰囲気があるんですが、この今手前にいる選手なんですが、はい、23番は違う、あ右腕ですか、ごめんなさい、はい、どうなんでしょう、ちょっと違うものかもしれません。ここは細かく最終ラインベレスからもう一回センターバックにボールを返しました。とにかくこのマケレレという選手はですね、はい、本当にあのフランスワールドカップでもですね、ベレスですね、はい、でただマケレレは本当に、はい、見ましたようにスーパーサーブとしてフランス代表で活躍しましたし、はい、彼はマルセイユでもですね、本当に彼は中盤にいなければどうしようもなかった選手ですし、それとあとセンターバックもこなせるんですよね。中にボランおっとこれ通った、さあそして打てるかとダメです。それはスーッと1本通りましたが、非常にセンターバックが気になるプレーでした。ベロビッチです。よく守りました。ベロビッチはユーゴの選手になります。これ1本取りました。スルーパス、よくジョノビッチが行きました。よく触りましたね、はい、さあそしてこのコーナーキックですが、ニアサイド打ちます。打てませんでした。本当にあのぜひとも今絡んでますけど、はい、負けで、注目してほしいですね、はい、それこそあのローラン・ブランがですね、退場した時にですね、はい、フランス代表で彼が穴を埋めたという形ですね。でしかもセンターバックもできますし、はい、ローラン・ブランというのもフランスの柱なんですけれど、しかもあの状態退場で、10人になったわけですけど、マケレレがですね、はい、1人2役そして最後には上がっていって3役までと、私自身もまあ現場で見たんですけれども、道の返し、はい、すごい選手だね、マルセイユの時から思ったんですけど、はい、ナショナルチームレベルでもここまでできるのかというのはびっくりしましたね。マケレレが戻ってきますが、この人です。実際アンダー21、のヨーロッパ選手権というのがあるんですけれど、はい、その時にやはりフランス代表でマケレレが中心選手でして、やはり本当にものすごい能力を示してくれまして、はい、まあ、その時ちょうどスコットランドが、試合やったものですけど、マケレレ1人に中盤を制せられたというのがありまして、非常にこう印象深い、なるほどね、選手なんですね、さあ中にボール入りますが、スルーパスはダメです。
プラタッチに入りました。スローインです。セルタのスローイン。毅然とした態度です。ガルシオン・パマンス。この6番がマジーニョです。0対0まだ点がありますが、この11番のトンプソンも結構この画面に入ってきますから目立っています。そして14番のクロペネフ、テントリアです。さあこの辺に当然合わせてくるわけなんですが、19番はジョロビッチ。さあセットプレー、セルタのチャンスになります。そしてゴール前、どうだ、外から飛び込んでくるのはダメ。ベレンス、ベレンスが行ったんですがダメです。この辺は計算通りというところなんでしょうが、15番のバーニーも詰めていました。さあもう一回このコーナーキックになりますが、チャンスショートコーナー使いますが、ここからどういう展開を見せるか。セルタ、そしてファーサイドはどうだ、ここで飛び込んでくるのがダメです。角度がありませんでした。そこは本当に怖いですね、はい、カサレスはこういうのは得意ですからね、はい、うん、まあ、しかしこの立ち合いなんですが、非常にこういい展開を両チーム見せてますよね、はい、セルタもやはりこう点を取りに行かなきゃいけないという、そういうゲームですが、その通りのゲームをしているという格好なんですが、さあゴール前ボールを受けますが、非常に危険なボールの、はい、受け方ですね、はい、あまり彼はやってはいけないプレーで、うん、珍しいですね。後ろ見えないですもんね、はい、そうね。さあこれは一旦返しました、アストンミラ。そしてキーパーに返します。キーパーのオークス。そしてこのボールをカットしました、セルタ。この人が負けれない。ケレレは174センチが70キロという、まあ、こういった形の表示になっていますが、まあ、しかし非常に運動量があります。能力も高い選手です。右サイドボールが伸ばした、ここはしかし守ります。しかしよく動きますよね、マケレレ、ね、今もこれね、完全にケアに行っていました。このプレッシャーの中、かなり前で勝負を挑んできます、セルタ。さあそして左サイドボールが出ました。15分もあります、前半です。カセです。この15分見て上田さん、どんな印象ありますか？そうですね、アストンビラはいつもの通りに、はい、ジョアキンをよく使って、そしてポリモエというラインをですね、はい、使ってますね、でセルタルフィーガの方はですね、ちょっとこう自分たちのリズムを使い切れてないですね、はい、ですからフリーキック等でですね、チャンスにはなっておりますが、はい、崩してるという形ではないですよね。まあ、崩すという意味ではこの20番、今右サイド映っていましたが、モストボーイ、まあ、この辺が、ね、非常にこう中盤でボールをキープして、でやっぱりこうペネフとかね、はい、サンチェスあたりが行くわけなんですが、ここでボールをカットします。もっとダメということは、攻めているようで意外とこう攻め歩んでる感じありますかね。やはりアストンビラペースですね、これは。なるほど、はい。そしてマケレレがボールを持ちました。ペレフが上がっていきます、中央ですが、一旦はたいて、さあそしてベルヘス、
細かいパスで、さあそしてこれチャンスなのか、右サイドボール伸ばした、ヒールで落として、そしてシュート、この辺はしかし非常にいい展開を見せました。やはり最終ラインというか、ミッドフィールドの最終ラインに、マジーニョがいるんですけど、はい、マジーニョがやはり柔らかいタッチ、それからダイレクトと、うまく使い分けてますよね。どちらかというとマジーニョというのもその守備的な、ね、選手にはなるんですが、ボランチ、しかしうまくこの中盤までコントロールしているということになります。この人ですよね。そうですね、はい、そしてケネフですから、本当にいい補強をしてますよね、はい、右サイドボールが出ました。さあこれチャンスになります。これもいい展開です。さあフリーで、そして折り返して、どうだ、あーとグランダーボールダメ、もう一回チャンスが、胸がトラップ、さあ中入ってきた、これもチャンスになる。さあそしてどうだ、これでシュートか、ようやく今のは、崩したというか、まあ、切り開いたというか、はい、切り裂いたという形で、非常に良かったと思いますね、はい、で案外ですね、アストンビラのディフェンスラインというのはですね、はい、1対1にあまり強くないんですよね、この2番はサルガードですかね。そうですね、はい、サルガードも本当に、右サイドで非常にいい選手ですよね、あの辺がですから、まあ、ディフェンダーの選手になりますが、やっぱりこう上がってくる、オーバーラップをしてくるというのはやっぱりチャンスというのは広がりますよね、はい、ただその後ろだけ怪我しなきゃいけないというね。そうですね、ですから、ちょうど、まあ、右サイドですけど、はい、まあ、他のチームの話になってしまうんですが、今回、トヨタカップに来るレアルマドリードですね、はい、本当に世界の大砲と左の大砲ですよね、ロベルト・カルロス、それから、クロアチアの左サイド、本当にすごいプレイヤーで、やるに、いい選手2人、はい、揃えたからといっていいわけではなくてですね、それ難しいですよね、確かにね、そうなんですよ、でちょっとダブってしまってるんですよね、はい、そういう現象ってやっぱり確かに出てきますよね、はい、ですから補強というのは何もいい選手を全部揃えればいいかという、はい、そういうことでもないんですよね、それを言うと、インテルミラノですね、はい、ミランに関しても問題あると思いますね、うまくボールを回してきました。そしてモストボイがボールを持っています。そしてベルヘス、この人も上がってきます。ブラクリアンでいます。ベルヘスも結構これ上がる人ですから、これまでに今ジョアキンが回していますが、その後ろの方がセルタの方が回していかなきゃいけません。それがやはりセルタデビューの、今シーズンのやっぱり好調というのはですね、まあ、シーズンを通してみなきゃ分からないんですが、はい、今のところの好調ということを考えますと、どうも両サイド、今の、はい、右サイドサルガードですね、はい、そしてこのベルヘスですね、3番のね、はい、この両サイド、はい、そしてまあ、この両サイドをよく攻め上がるんですね、スペインのサッカーでよく攻め上がるんですが、はい、その際にですね、このちょうどボランチの位置、マジーニョですね、はい、マジーニョがボールを取られない、でましてやその、負けれですね、負けれにボールを渡した場合でもボールを取られないという形で安心して両サイドが上がっていけると、はい、ですからディフェンスをしているわけではないんですが、はい、そこでボールを取られないために安心して攻撃ができるということですね、本当に行ってしまって取られたら戻ってくるのが大変というスタイルではなくて、はい、ミッドフィールドで取られないために安心して上がれると、だからこそなおさら相手が下がってしまうということだと思うんですね、これはもうチームの信頼関係ですよね、はい、ですから先ほど、まあ、話があったようにいい選手がたくさんいてもその辺がケアできないと何にもならないということになるわけですよね、はい、ですからこの辺で本当にびっくりするのはですね、はい、例えばカセレス、まあ、カセレスは非常に安定したプレーですが、サルガドがですね、はい、右サイドに見ながら右サイドでこう中盤に入ってきたりするんですね、ケネス、さあここはアストンビラがボールをキープです。早いセルタがボールをカットしました。横へペネフです。さあペネフの左足のシュート、今の
特徴をよく出しましたね、はい、あのポストも本当に体がありますし、がっちりと抑えます、はい、それから、中盤から、左足のロングシュートというのは彼は得意ですし、はい、ヘンドリーも詰め寄ってはいたんですが、あのブルガリア代表の中でもちょっと異色な存在でしたね。なるほどね、はい、あのストイチコフ、それから、はい、ストイチコフ非常に柔らかいというか、まあ、シャープなタイプだと思うんですね、はい、でレチコフはあのこれ走り回る、でそれに対してペレフがですね、力強く、はい、ストライカーとして点を取っていくという形で、非常にあのバランスが悪いようで実はバランスのいいチームだったという、はい、そう力強いというそんな感じですよね、ペレフの場合は、ね、はい、あの見た目はそんなにこう器用な感じではないんですけどね。そうですね、あの実際あまり器用じゃないですね。あ、そうですね、今ジーニョがこの位置にいて左サイドにですね、はい、ベルヘスがですね、いるわけですよね。で本来ならばそのディフェンスラインがその下がって、ディフェンスラインより前にディフェンシブハーフ、ボランチの選手がいるんですけれど、あの上がってしまってますよね。そのぐらいの信頼関係がありますよね、はい、さあそしてヒューで落としたんですが、右サイド、これがだからマフィレルが行くんです、はい、これ左サイドなんですけどね、さあもう1回このセルタがボールをキープします。この辺の時間帯は非常にこのセルタのボールキープ支配率が高くなっていますが、ポンポンとつなぎますがダメ、髪に当たりました。そして今度はアストンビラ、エヒオンです。0対0、まだ点がありません、両チーム。しかし非常にこうタフなゲームになっています。今日のこの2回戦の第2戦です。第1戦はすでにアストンビラがアウェーで勝ちました。ジョアキのシュートです。したがってセルタから言えば、まあ、ここはとにかく点を取って勝たないことにはいけないわけなんですが、戦いぶりから言ってもアストンビラは随分有利になります。しかしだんだんとですね、はい、まあ、序盤戦、そしてまあ中盤戦とこう移っていくわけですけど、だんだんとセルタ・デ・フィーゴはですね、ボールをキープし始めましたね。ですよね。アストンビラの方がカウンターアタックになってきて、まあ確かに第1戦 1-0 で、1-0 というか0-1ですね、本来ならば、で勝ってますので、そういう戦い方でいいとは思うんですが、それにしてもちょっと危ない場面がたくさん見れますね。ですよね。これですからセルタが1点取れば1対1ですから、はい、これは全くのイーブンなわけでね、はい、逆に1点を取った方がこれ気持ち的には随分高まってきます。そうですね、同じコンディションになると思いますね、はい、この人がベルヘスです。27歳、182センチあります。今日のこのバーミンガムのビラパーク、39,000人、4万人近くを収容できるこのスタジアムなんですが、アストンビラのホームになります。右サイドの大きな展開です。さあこれはいいボールが見ました。そしてクロス、いいボールです。しかし一発のカウンターアタックでですね、はい、アストンビラはやはりコリマーが飛び込んだりですね、非常にいいクロスを持ってますから、はい、その怖さは残りますよね。ですね。前半25分を回っています。両チーム点がありません。0対0。ボールを支配して攻めているのがセルタデフィーゴ、スペインです。今度は左の展開です。ベレス、オスロイから、そして負けるダウトします。マジーニョ、ここからペネフがボールを持って、そして見え出します。ゴール前、どうか、シュート決まりました。セルタが1点を取ります。非常にチームで持ったいいボールでしたね。18番のサンチェス、前半の27分です。それはいい得点でした。このペネフからチョコンと出してそこから上がっていますが、うわ、完全にフリーというよりも、まあ、アストンビラから言えば早いんじゃないかとか、そういうふうな、ね、はい、形のこのオフサイド的なところもあったんですが、全く意に介さず、シュートが決まっています。
ですね、はい、本当にまあ、なかなかホームアンドウェイというのは日本の方まだまだ馴染みがないと思うんですが、はい、これがホームアンドウェイの面白さですよね、アウェイでこの位置、はい、ここは今度はそういう意味のチャンスだ、シュート打ってくる、強化してしまいました7番テイラー、こういう形でアウェイでありながらタイになってしまったと、じゃあどう、ね、戦っていくかと、はい、まあ、確かに今攻めでですね、まあ、本当に点を取れたとすぐに攻めたんですが、ちょっとやはり焦りがありますよね、はい、ですからこれは逆に言えばセルタデフィーゴが、非常に有利になりますよね、はい、これって前には選手一人休みがいますから、これはやっぱりオフサイドが前ですよね、そうですね、チャールズがいたと思うんですね、はい、右サイドですね、はい、サンチェスのゴールが決まって1対1になります。第1戦が1対0でアストンビアが取ったんですが、このアウェイで乗り込んだセルタがまず1点を先行しました。ですからセルタが行ったらこの辺の時間帯がまた大事なんですね、はい、意外と同点にされてしまうというケースがあります、ね、はい、この辺の5分から10分はしっかり守りも固めていきたいという格好になります。ただアストンビアは1点は返されました。これホームですから、まあ、そういった意味ではね、まあ、振り出しに戻っただけで決してね、落ち込むプラン全くないわけですが、はい、まあ、ただしやはり同点にされたというショックはやはり隠しきれないですよ ね、本当に焦りというのが一番やはり響きますから、さあ本人の権利に転がしていきます。そしてチャンス右サイドベルスが行っていますが、これもボールが出ました。さあチャンスになります。PK という格好になりました。これはアストンビラチャンスになります。ちょっとアンラッキーですね。ですよね、一つの流れの中でしたからね、はい、まあ、ですからおそらくイエローも何も出てなかった、はい、イエローが出てないですね、はい、そしてシュートは入りました。フォリボアが決めています。いやー、これはセルタから言ったらちょっとなんかこうガクってくるようなシーンになりました。フォリボアのシュート決まって、これでこのゲームは1対1の同点になります。これはしかしいいシュートになります。キーパーデュトゥレールは逆を取られています。1対1の同点、その2対1になります。確かにハンドといえばハンドなんですが、はい、厳しい判定ですね。そうですね、まあ致し方ないと思います、はい、さあこの後のセルタの選手たちのモチベーションですね、どうなるかっていうのが興味がありますね。そうですね、1点を取って、そして気持ち的にはぐーっと高まったところでこれ PK という格好で取られましたから、はい、そうですね、取られ方ちょっと嫌なんですよね、はい、でやはりですね、はい、特にこの場合イングランドのチームはですね、かなりこう選手たちの実地というものが大きいものですから、はい、ある程度選手たちに任せるんですけど、やはり他のヨーロッパでは、全ては監督の指示ということがありますので、はい、監督がどういうふうな指示を出してどういう戦いをしていくかという、はい、勝負に持ち込んでいくかというところがやはり見ていただくと面白いと思いますね、これでホームとアウェー通して、はい、アストンビラが1点リード、センターデフィーゴは、1点ビハインドということになりました、はい、そうですよね。ゲームとしてはこれ非常に面白くなります。その3回戦進出をかけましてこの2回戦の第2戦です。イングランドアストンビラ、そしてスペインのセルタデフィーゴ、この両チームの対戦なんですが、そしてここでフィニッシュを得ました11番のトンプソン。さあどういう形で来るか、ゴール前で肥沃な球あたりに合わせてくるのか、このクロスで、そしてどうだ、ヘッドはクリアになります。おっと、4番のカセです。この辺も中途半端なこの、ね、
ヘッドになるとそのまま入ってしまうという危険性もありますから、はい、今のカゼンスよく下がりましたね、まあ、横行ってしまえばああいう、バックステップじゃなくてクロスのステップで、はい、行けばよかったんじゃないかなと、もっと楽だと思うんですけどね、はい、さあそしてまだアストンビラのチャンスが続きます。コーナーキックになります。右サイドゴール前です。キーパーバッティング、その前に笛が鳴っています。キーパーのブチュリエル192センチあります。大型キーパーです。今日はあの審判に対してですね、はい、キーパーのディトレールですが、それから、まあ、マケレレ、あたりはですね、はい、ちょっと気をつけないと、イエローカード取られてしまうでしょうね、はい、あのベルギーの方ですから、なるほど、あの本当に感情的にフラット、はい、フランス語で言ってしまうと聞こえてしまいますから、さあ今度はスルタがチャンスになります。この場面後ろから行ったという格好になりました。レヒオムです。今のは、まあ、先ほど審判のことを言ったからじゃないんですが、審判の方は非常にクオリティの高い、なんていうか目で判断されたと思いますね、はい、なるほどね、膝に対してはい、セルタレフィゴの選手に対して、こう膝をカクッとするような形で、まあ、ディフェンスに入ったわけですね、はい、あれは非常にこうインテンショナルな、非常に選手がプレーできなくなるファールですので、非常にプロフェッショナルの中のプロフェッショナルのファールなんですけどね、しっかりじゃあ見逃せなかったという格好になりますが、はい、さあここは左サイドにモストボイ、そしてもちろんペナフもいますが、さあどっちが蹴るか、そしてモストボイが蹴ってシュートはどうだ、入ったか、ゴール決まった、モストボイのフリーキックは決まりました。2対1、すごいスピードでしたね。ですね、まさに目にも止まらぬ速さといいましょうか、見事なシュートになりました。どうだ、見たかと言わんばかりのこのモストボイ、右足のインサイド、これキーパー反応できませんでした。これどうなんでしょう、あの壁かなんかに当たったんですかね、何の当たらずなんですか、クロス決まってますから、その人ような気がしますが、このスロー、ここで当たってませんよね、当たってないですね、ここしかないというスペースです。ものすごいスピードでしたね、なんかモストボイの気持ちがそのままゴールになりました。2対1です。これはしかし面白いですね、はい、前半も27分30、そして30分コリモア、そして今度はモストボイ35分、スレタが1点をリードします。さあこれでまた戦い方を変えてきますよね、はい、そうですよね、いつものと言いますか、流れてますね、はい、ゲームが。さあそしてペネフがボールを持ちます。14番のペネフ、やはりその中でそのバリエーションということから考えますと、はい、アストンビラはどうしても右サイドからのクロスに頼りがちですよね、それからおそらく右サイドの選手、はい、例えばチャールズが上がった時でさえも、全てコリモが入ると、はい、非常にこれはコンセプトを決めていると思うんですが、コリモア、は多分右サイドからのクロスに対して入るのが非常に得意なんじゃないでしょうか、当然クロスを上げる方のこともあるんですね、ジョアキムなんかは右サイドですから。さあそしてこれまたチャンスになりますが、右のコーナーです。これはクリアになります。皆さん、さあボールをこぼれます。セーフ、35分を待っています。ペネス横へ流しました。そしてマケレレ、しかし先ほどアストンビラ の、ジョン・グレゴリー監督も、座ってられないようですね、ここで、まあ、当たり前のことなんですが、はい、次の1点がものすごく大きいと思いますよね、勝負を決めまして、それから本当に精神的にも、はい、クッとこう折れてしまう、ポイントだと思いますよね、なんか勝負の点イコール、精神的な勝ち、勝負を決める点、はい、というふうにあまり重なることはないんですけどね、ちょっとずれたりするんですけれど、はい、次の1点というのはお互いですね、慎重かつ大胆に狙わなければならない。今第1戦がそのアストンビラがアウェイで1点を取りましたが、これ
逆にセルタがアウェーで今2点取ってるんですよね。はい、そうですね。で2対2ですから、今の段階ではセルタがいいわけですね。はい、次の1点が本当に大きな意味を持ちますが、しかし前半のうちに上田さん3点入るとは思わなかったですよね。思わなかったですね。本当に第2戦に入ったところではアストンビラ有利で、アストンビラが逃げ切るか、もしくは、まあ、本当に自分たちが時間を使って、セルタデフィーゴをいなすかと思ってたんですが、ですよね。ただアストンビラには皆さんバッセルが控えにいますから、はい、ここ一問は当然ね。そうですね。得意なのが、まあ、他の選手ですね、はい、まあ、よく変わるのがバリーであったり、まあ、時々ヘドリックも変わることもあるんですが、相手を疲れさせておいて、そしてバッセル登場、セットメイクさせているのがありますから、1回戦の第1戦、ストロムスゴトセ当選、これストロムスゴトセが前半2点を取って、で後半の1区でアストンビラが逆転したんですが、はい、確かに1人でクラーセンですから退場になって10人だったんですが、はい、ただバッセルが後半3、2、5に入ってきてから、これ随分流れを変えました。そうですね。で2点取ったんですよね、はい、ですからそういったこともありますから、まあアストンビラから言えば、まあ、とりあえずはこれ今でもリードされていますが、しかしそのバッセルが控えにいるということで、まあ、気持ち的にはまだまだいきます。前半です、2対1、セルタが1点をリードしています。しかしプレミアの現在の1位と、それからスペインの第4位とはこの両チームなんですが、すごい試合ですね。すごい試合になってますね。なんかこれ本当にイングランドとそれからスペインというこの、はい、国をかけた争いみたいな感じになってますもんね。はい、でまた最近ではですね、まあ、確かにナショナルチーム、代表の試合も面白いんですけど、ワールドカップとしまして、やはり、クラブの方ではですね、毎日トレーニングをしているという点で完成度が高いですし、はい、それからいろんな、タイプの選手が見れるということでですね、注目されてます。それからしますと、モストバイ打ってきた、両リーグを代表するチーム同士がという形で非常に面白いですね。そうですよね。クラブチームの上位チームというのは、なんか国の石をかけて底力になっています。このモストバイの右足のシュート、その魅力があります。前半からこれだけもうタフなハーフのゲームになっていますから、サポーターの声も随分大きな声を出しています。これ先ほどからやはりセルタデフィーゴはですね、2点目を取ったあたりからディフェンスラインがですね、あまり無理をしないんですね。決してそのディフェンスラインで取られるようなことをせずに、はい、まあ、マジーニョを返した場合はやはりマジーニョのですね、パスの配球というか、その散らし方が非常に上手ですね。アストンビラーのプレッシャーをうまく首に受けて、はい、かいくぐっているという形で、さあこれはチャンスになりました。そしてアストンビラがボールキープします。ができます。そしてモストボイが2点、一方はプリマペナルティキックで1点が入りました。2点です。本当にハードです。このしかしヒロミという選手も上田さん、非常にこれねタフなこのプレーを見せてきますね。能力高いですね。でただしその1対1の場面で、はい、やはり背中を向けさせられたより反転させられるときにですね、スライディングがで取れない場合にちょっと弱さを見せるところがあるんですよね。ですからその前で、ぶつかったりするから前でこう本当にタイトなマークをして取っていくに非常にいい選手だと思うんですね。ですからサウスゲートとの相性というのがいいんだと思うんですね。サウスゲートは本当にカバー、はい、カバー主体のプレイヤーですから、攻めようという気持ちが出ているんですが、このチャールズ結局はダメです。それほどセルタのこの集中力が上回っています。この辺のディフェンスラインのカバーもしっかりできてますし、それから、ま、前方でのマジーニョも、オフェンスだけではなくてディフェンスも非常によくポジショニングよくできてますので、まあ、確かにこれ1点
点をリードして前半これだと全く無理することはないわけですもんね、はい、ですからマジーニュがやはりこうディフェンスにそしてまあボストボイがその分攻めていくという、はい、この辺ですね、はい、非常にあの本当に単純なことで、ペレスあのよくファンの皆様、それから視聴者の皆様からご質問があったりして、はい、どういう選手をうまいと言うんですかって、はいはい、言われるんですけど、あの私は基準として一番うまいのは、ワンタッチ、すなわちダイレクト、はい、まあ、本当はダイレクトっていうのは、うん、数少ないプレーという形で、あの追いかけて出てきますという意味なんですけど、はい、マケレレが折り返して、そして外から来ます、シュートは左足。日本語で言うダイレクトですね、はい、いわゆる英語でワンタッチプレーなんですけど、そのワンタッチのプレーが上手いプレーヤーが本当に上手い選手なんですね、2回、3回、4回と、はい、持ってなんとかするんじゃなくてワンタッチ、ツータッチなんですよ、ですからロナウド、インターミラーのそのロナウドあたりも非常に上手い選手なんですね、はい、彼あの、抜けていくときに2回、3回、4回ってこう数多く触るんじゃなくて、案外ワンタッチ、ツータッチで抜けてシュートなんですね、その辺の噂があるんですね、はい、ペレレもう無駄がないですね、非常に。そしてペネフ、もう一回チッテ負けてですが中に行きました、サンチェスのパス、しかしこれまた勢いがついてきましたね、はい、仕事もね、ペレス、折り返しボールこぼれています、この辺も確実にボールを支配します、そして横へ流してさあ打ってくださいというところなんですが、マストボイ流れてこれ中に入れました、懸命にクリアになります、4番のサウスゲート、さあもう1回サルガード、3番のライトがマークしていますが左足で折り返してこれはテイラーがクリアしました、さあそしてここからカウンターです、ここからの攻めなんですがストミラー、さあ右から行きます、中に行きました、10番のカウンターがクリバーの個人技というところなんですが、ね、さあここはそのアストンビラのフリーキックになります、11番のトンプソンがいます、この人がペレフス、ここは、まあ、スレッタから言えばしっかり守りたい一方のアストンビラは前半同点に追いついて後半を迎えたいというそういった場面なんですが、さあトンプソンが蹴りました、そしてどうだゴール前でクリアになります、ボールを置いています、おっとボールを越しています、ね、はい、さあそしてここで上げてキーパーが行きました、190センチあります、ラッキーでした、ラッキーでした、落ちるようなが起こっています、クリアできずに完全にルーズボールを支配されてしまいました、はい、ああいうところって本当やっぱ怖いですね、怖いですね、終わりたいですね、そうですね、で後半勝負、はい、後半の後半ですよね、勝負ということだと思いますよね、はい、そしてアストンビラはここでまあ同点にしてしまいたいところなんですが、まあ、この形でも後半はね、まあ、イーブンでいけるわけですから、2回でね、はい、本当に問題ないと思いますね、さあそしてまたボールを持ってスルーパスは通るんです、ペレフが来ました、そして折り返してゴール前どうだ、あっと逆サイドいません、この辺がやはりですね、はい、まあ、これはあのアストンビラの、チームのプランというかコンセプトだと思うんですけれど、やはりサウスゲートが、はい、例えば今のように F が裏を突かれた場合ですね、あまりカバーに行かないんですよね、はい、で真ん中を守っているというスタイルを取ってますよね、これも同じですね、非常にあのスペースを潰すのが上手くてですね、出すところがないんですよね、しかしこれはセルダ・デ・フィーゴの勝利ですね、今のはプレッシャーに対しました、
ったのこの局面、そしてこの組織という組織的なプレー非常に良かったですよね。なおさらセルダレフィーゴはですね、組織プレー、チームプレーというのはですね、冴えてきましたね。周りにイエローカードがありました。アストンビラ時間の方はありません。そしてセンターボールキープ、この辺はもう時間をかけていいところです。全く慌てることはありません。マティーニョが右サイド、サンチェス、そして今笛が鳴りました。この前半は結局2対1という形でセルタデビューゴがリードしました。非常に面白いスタートのゲームです。後半が楽しみです。6% の飲み応えバディーズ。自由ってやつを楽しみましょう。バドワイザー。旅の満足保証します。海外旅行は HIS。パッケージツアーのことなら HIS。 後のない2チームの最後の戦い、残された椅子はあと1つ。99年 J リーグ参入クラブ最終決定戦第1戦、12月2日水曜日、第2戦、12月5日土曜日。後のない2チームの最後の戦い、残された椅子はあと1つ。99年 J リーグ参入クラブ最終決定戦第1戦、12月2日水曜日、第2戦、12月5日土曜日。さあ、今後のサッカーの放送予定なんですが、 J リーグ第3参入クラブ決定戦をご覧の日程でお送りします。どうぞお楽しみに。さあ、お知らせの後はハイライトをご覧いただきます。SUV という精神はシボレーが開拓した。本物を知る快感、シボレーブレイザー、右ハンドルで新登場。後のない2チームの最後の戦い、残された椅子はあと1つ。99年 J リーグ参入クラブ最終決定戦第1戦、12月2日水曜日、第2戦、12月5日土曜日。後のない2チームの最後の戦い、残された椅子はあと1つ。99年 J リーグ参入クラブ最終決定戦第1戦、12月2日水曜日、第2戦、12月5日土曜日。ワールドカップ4位ライカールト、オランダ新監督。ワールドカップ2位ルシェンブルゴ、ブラジル新監督。共に新監督を迎えて間もない新生ブラジル代表、オランダ代表がついに登場。スポーツアイ ESPN では両代表合わせて3ゲームを放送。ブラジル対エクアドル戦12月12日、オランダ対ペルー戦12月19日、対ガーナ戦12月20日、いずれも午後10時、キックオフ。いや、このアストンビラそしてセルタなんですが、皆さん本当に面白いゲームになりましたね。そうですね、特に第一戦がですね、セルタデビーゴが、0-1 という形で落としてますので、アストンビラが有利にいくかなと思うと、このような展開になってきましたので、ですから、そういった意味でこの27分のサンチェスのゴールというのは非常に価値あるゴールになりましたよね。そうですね、ただこれがね、はい、うん、これマジーニョはああいう格好しなければそのまま見逃したかなという確かにありますね、はい、そうなんですね、でまた試合の流れがですね、本当に動く、はい、流れが動くというかですね、流れが変わる
これコリモアの PK でね、はい、これでおそらくまた流れぐーっといったはずなんです、はい、ところがまた1点入るわけですよね。そうですね、このシュートがまた素晴らしかったですね。このモストバー見事なシュートになりました。結局2対1です。自由ってやつを楽しみましょう。バドワイザー。マジック・ジョンソン、ラリー・バードなど多くのスーパースターを生み出してきた NBA の感動のあのシーン、あのゲームがカムバック。スポーツは ESPN のお送りする NBA ディレクターズセレクション、 NBA 開幕まで毎週ご覧の曜日にオンエア。コッパイタリア、バティストゥータにマルディーニ、ロナウド、ジダンにガービッツ、2002年の主役たちが名を連ねる一触即発のトーナメント戦。スポーツアイ ESPN では熱戦の模様を決勝戦までオンエア。コッパイタリアは毎週月曜日夜7時より放送。カルチョの醍醐味はコッパイタリアにあり。ペーパーカップ2回戦の第2戦、アストミナとそしてセルタでフィーゴ、この両チームの対戦なんですが、前半は2対1、セルタが1点リードしています。まあ、しかし上田さん、64チームがね、はい、エントリーしたんですが、はい、今これ2回戦で32チーム、面白いゲームになってますね。そうですね、特にこの得点というか、はい、ホームとアウェーを合わせた得点ですよね、まあ、ウェファーカップ独特のですね、アウェーゴールが倍になるとなんですよね、ということから考えますと、はい、なかなかちょっと計算が複雑なんですけど、ただ今のこの段階で、はい、その計算をすると、はい、今のところですね、はい、アストンビラが合計3点、はい、でセルタでフィーゴが、アウェーゴールで今2点取ってますので倍の4点と、ということは3対4で、はい、セルタでフィーゴはですね今有利なんですね。有利なんです。なるほどね、次の1点が大きな1点になります。さあその後半が始まりました。おそらくこの後半も上田さんかなり来ると思うんです。そうですね、ですからこれ目が離せないというそんな展開だと思います。右から左に攻めます、ホームのアストンビラ、イングランド、そして左から右に攻める薄いブルー、こちらの方がスペインのセルタ・フィーゴです。この2対1、そして後半どちらが先に1点を取るか。まあ、展開といってもおそらく前半のような格好でどんどんこれもちろんセルタも来るでしょうし、ただアストンビラから言ったら上田さん、これ今リードされていますから、はい、やっぱり1点を取らなきゃいけないし。そうですね、先ほどちょっと選手の交代が見えたようなんですが、はい、なるほど、ドレイパーティーに入ってますか。じゃあそうですね、のようですね、はい、左、ごめんなさい、右サイドですかね、チャールズに変わってですかね、はいはい、さあそしてセルタがボールをキープします。わーっとマケレレが倒されました。そしてこちら9番のコリモアも倒れています。まあ、アストンビラから言えばこのコリモアあたりゴール前でそして点を取りたいというそんな格好の攻めになりますが、これは7番はテイラー、これかなりこうこういう格好にやっぱりそれだけゲームの方が上田さん、はい、かなりこう拍手はしてるんですが、おそらくかなりエキサイトしてくるでしょうね。ですよね、これでイエローカードが出てるんですか。先ほど負けれを引っ掛けたのはですね、はい、フリーだったんじゃないかなですかね。上田さんのね、はい、非常に気になる人になりますが、はい、ですよね、そのヘンドリーのまあイエローカードという格好になりそうです。
さあそしてスータがこの位置でフリーキックを得ました。この人ですよね。はい、そうです。とにかく可愛い顔してますが、はい、はい、まあ、しかしあまりアストンビラは熱くなってですね、フリーキックを与えてはダメだと思いますね、はい、本当に、先ほどですね、モストボーイの、得点がありましたように、ですよね、フリーキックは得意ですからね、はい、さあそしてボールを蹴ってそしてクラスがってどうだ、ここでおっとペレフが入れた、詰めていた、最後ペレフが点を取りました。少し前にスリップさせてそしてペネフという形ですね、大きな体ですからボールがもう目の前にありました、はい、そのまま、バウンドして確保になりましてこれ3点目が入りました。このセットプレーです。ここでコースが変わってキーパーも行ったんですが弾いた、そしてペネフが目の前にいました。まあ、ペネフから言えば、まあ、いわゆることもあるんですがゴッツァンゴロになりますが、そうですね、これ、はい、まあこれしかしキーパーとしてもオークス上田さんしょうがないですからね、今のは。そうですね、やはり、このレベルならやはり取っておかないとまずいですね、はい、でしょうね。これ後半の3分です。大きな得点ですねこれは、3対2になりました。これで3対2、まあ、1回戦2回戦合わせた、まあ、トータル数字になりますがセルタが随分有利になりました。こうなるとアストンビラは何が何でも上田さん点を取らないことにはどうしようもありません、はい、3回戦進出をかけましたこの両チームの対戦になりますが大きな1点が入りましたセルタ。ペネフのゴールが決まっています。さあそしてアストンビラが攻めていきます。右サイド中入れます、パスをつなぎます、取り回ったのです、折り返してそしてクロスが上がります。この辺もセルタフが随分と集中をしています。さあ中にボール入りました、右サイド、ここはもう徹底して右で来てますね、はい、ヘンドリもう一回右サイド、あれこれ右サイドに固執しない方がいいと思いますね、はい、やはりマケレレとですね、はい、それから、ベルヘスのこの部分よりも、攻めるべきはですね、はい、ですねやはりどう言いましょうか、アストンビラーにとっては左サイドですね、はい、それからしますとその、サルガド、それから、カルピンという、特にカルピンがですね、縦には非常に速かったりする選手なんですが、まあ、1対1でそのディフェンスになった時少し脆さを見せますので、ここの方がチャンスじゃないかなと思うんですね、はい、サウスゲート。さあそしてセルタのコーナーキックになります。20番のモストバキックしてきますが、ここはもうアストンビラは集中しないといけません。高いボールはファーサイド、そして飛び込んできますがクリアになりました。そしてここからシュート飛び当たります。アストンビラから1点、ベルさんまさかのね、あれ1点ですか、1失点ですから、はい、これまたイエローカードになりますね。サルガドですかね、今行きました、この2番です、イエローカードを取られています。12番のジョアキンも倒されました。15番のバニがボールを蹴ります。おそらくハーフタイムで指示を得てさあ行こうというその矢先の後半の3分、1点を取られてしまいました。アストンビラもう攻めるしかありません。進出をかけています。この両チームの対戦、この2回戦は3対1、それから2点リードしています。おそらくジョン・グレゴリー監督はですね、はい、ここでドレイパーを入れましたね、ドレイパーを入れて、はい、今の危なかったですね、はい、ドレイパーを入れまして、はい、そして中盤に、入れてまあつなぎ役ですね、そしてボールをキープして自分たちのペースを保とうとしているのかですね、サンスケート、ちょっと中途半端になりました、危ないぞ、こういうのはアストンビラ危ないんですが、そしてモストボイが来ます、この辺はかわします、さあどうだ、シュート打ってくる、今のサンスケートがちょっとこれね集中力のないようなそんなプレーになりました。
そこをすかさずこのモソボイが行っています。この右足のシュート、サウスゲートです。そしてコーナーキックになります。ゴール前、ボールが入っています。クリアです。そしてこのルーズボールはまたスルタが支配、ボールが出ます。1点落としました。この辺の入りがですね、はい、タイミング非常に上手ですね、そして折り返してどうだ、ここでうんと詰めてきますがダメです。空振りになりました。アストンビラはこのような形で攻撃したいというのは分かるんですが、非常にこう危ない、もうどうしようもない得点を取られそうな場面がありますね。ナイトがボールを入れます。クロス上がります。この辺のディフェンスもしっかり守ってきます。そしてまたボールが出ました。カセレスが行きます。セルタカセです。そしてペレフが上がってきました。そのペレフにボールが行きました。ペレフの中に入った。これはダメです。こういった長い分が非常に多くなりました。この12番のジョアキムに合わせようということなんですが、立ち合い待っています。17番のヘンドリー、セルタも2点をリードしているからといって決して守りに入っているわけではありません。攻めてきます。この場合は2点取ってますので、はい、2点リードがありますから、はい、本当に1点が2倍の重みですから、セルタデビーゴはかなり楽に攻めれますよね。そうでしょうね。で、まあ、最終的には逃げ切ればいいわけですから、はい、今サイドを変えます。ボールがこぼれています。さあこれはチャンスか、これで打てるか、シュート、これはポストだ。これは運がありません。トンプソンのこのシュート、見事なシュートだったんですが、ポストを左に当たりました。これ決定的な場面、アンラッキーもちょっと作用しますかね。でそのまんまキーパーに戻ってきますからね、はい、ここがまたアンラッキーですね、はい、危ないですね。これはそして抜けました。ここはチャンスで、あっと折り返しボール、これはダメでした。実はですね、先ほどからこう、はい、ディフェンスラインがボールを取られることが多いと思うんですが、確かにセルタデビーゴもいいプレッシャーをかけてるんですが、はい、システムがですね、今まで 4-4-2 という形だったのをちょっと変えましたね、はい、ジョン・グレゴリー監督がやはりドレイパーを入れて中盤に入れて、はい、そして3バックにしていましたね、で特にその3バックにしたために、はい、でしかも、3番のライトがかなり上がる選手ですので、はい、もうほとんど2バックのような形ですね、うん、そして右サイドに、ヘンドリーを持ってきてという形を取っています、はい、ですからなかなか非常にバランスの悪い形になってきましたんで、逆に裏がやっぱりこう危なくて、はい、その辺も今取られたりもしてるわけですよ ね、 ですね。ですから前方にこのような形でその蹴ってる場合にはチャンスがたくさん生まれたり、はい、プレッシャーもこういうふうに早くなるんですが、それ以外のイエローカードになります。レッドカードですね。いきなり来ましたか。ベルヘスキャプテンマークをつけていますが、後半の11分です。そういえばですね、アストンビラは、はい、第1戦のその1回戦 の、ストロムスコットセットの時にですね、はいはい、ストロムスコットセットの、ディフェンスですね、はい、キャプテンですね、同じやはりキャプテンがカルセンでしたね、退場して、はい、それで流れが変わってしまったというか、いうことがありますよね。ですよね。ですからちょっとアストンビラファンにとっては、はい、来たかなというのがありますし、セルタデフィーゴの、ファンにとっては、はい、
やはりちょっと嫌な思いがありますよね。あれだからストロムス・ボドセトが2点をリードしていて、はい、で1人少なくなってでパッセルを入れたというね、はい、まあ勝つパターンに持っていって勝ったわけなんですが、そうですね、そしてあこれはもう守りを固めますよ、はい、今18番の早いですね、はい、反応がサンチェスを下げました、まあ、これは当然の策でしょう。そしてエッケンですかね、今出ていったのは16番、これはですからもうディフェンダーですからもう守りを固めるという格好になります。まあ、1人少ないわけですから当然の策になります。セルタということはこれからがある意味ではこのアストンビラがもう徹底的に攻めていくというね、はい、そういったケースが見られそうなんですが、この辺が、そうですね、ビクトル・フェルナンツ監督がどういう形にその、エッケンを入れたかですよね、はい、あの今までと同じバランスで左サイドに下がらせるだけなのか、はい、それとも新たな形にするのかということですよね。これはでも、まあ、普通に考えれば、まあ、2点をリードしている、でなおかつこれ1人少なくなった、はい、そうならやっぱりこう守りを固めなきゃいけないという気持ちにはなりますよね。そうですね、さあそしてライトがボールをキープします。アストンビラが数的には優位になりました。点差は2点開いています。トムソン中入れます。今のがエッケンですね、ボールを返しました。そしてこういった形の中でさあ本当にこう点を取ろうということになりますとアストンミラもそのバッセルをいつ出すかということになりますが、セルタあっとこれファウルになります。これは引っ掛けられました。モスタボイが倒れています。おっとこれもイエローです。テイラーにイエローカードが出ました。ボールが出た後にこう足を引っ掛けたという判定です。まあ、こういう展開でもう前半から非常にタフな展開が続いていますから、上田さんねやっぱりアンシオン・アマンさんこの主審がね、はいはい、かなりこう毅然とした格好でいってますよね。そうですね、まあ、いくつかその難しい判定もありますけれども、はい、本当にきちっと対処してますよね、はい、おっとボールになります。いや、そして打ってきたシュート、キーパー反応しています。ホークスです。いや、セルタデビューも本当に実にいいですね、このチームが昨年度からそれから今年、はい、特に今シーズンはですね、良い成績を残しているというのがなんとなく分かりますね、はい、これがやっぱり効いてますね。23番、さあそしてコーナーキックになります。15分を待っています。この後半です。そしてアストンビラ、ちょっとアストンビラ遅いですね、ライトからこれ遅いですね、うん、受け手が1人必ず多い、はい、多いはずですから、これではダメですね。ジュアンキム折り返してクリアです。これはい、まあクロスでえぐってるような形なんですが、やはり非常に厳しいですね、パーソンゲージとしては、はい、たくさんのサポーターが詰めかけています。このビラパーク、ほとんどがもうアストンビラのサポーターになりますが、リードされています。そしてここでどうだ、おっとシュートはとダメか、このテイラーのシュートもダメです。まあ、そろそろこういうチャンスが生まれてくるとですね、バッセルの出番じゃないかなと思うんですね。こういった嗅覚ね、はい、この辺を本当にゴールに押し込んでくるのは、はい、バッセルは本当に優れてますから、そろそろではないかなと思うんですが、はい、どこでグレゴリー監督が投入するかですよね、はい、おそらく今日のこのミラパークの監修もその辺は待ちかねているところじゃないでしょうかね、はい、18歳のバッセルをいつ投入してくるか、グレゴリー監督の手腕にかかってまいりますが、さあまたこれはアストンビラ攻めていきます。ゴール前もう一回開きました。そして右サイド折り返してダメです。カサリスが出しています。コーナーキックになります。2点差ありますが、セルタからいったこれ上田さんも1人少ないわけですから、はい、随分なこれプレッシャーの中のゲームになりますよね。まあ、ただ1点失ったとしても、まあ、はい、比較的、楽に戦います。おっとシュートは
そのくらいの余裕はまだあると見ていいですか。そうですね、ただそのまま、はい、本当に流れが変わってしまうときがありますので、しかしグレゴリー監督は動かないですね。先ほどから、バッセルボールがたくさん出てるんですけど、その時をいつにするかです。クロスがありますがギアです。この辺のボールはもう徹底的に拾ってきますが、これはダメです。一番のドレーパーからボールが出ました。このドレーパーだけを変えています。後半から入っています。はい、セルタ・デ・フィーゴはですね、面白い形を取ってますよ。これやはりセルタ・デ・フィーゴだからこそやれることなんですけど、先ほどベルエスが退場になりました、はい、そしてそこの部分に代わりとしまして、サンチェスを下げて、はい、そしてエッケンを入れました、でディフェンスが1人減るんでディフェンスを入れたんですが、はい、左サイドに入れるんではなくてですね、センターバックに入れてるんですよね、はい、でセンターバックに入れまして、相手が2トップということも含めて、はい、3人にしてちょっと、サルガドを上がり気味にしてます、はい、そして左サイドはですね、カバーなしのマケレレが全部やるという、このスタイルですね。今も見えるんですけど、マケレレがいるからこそできるという普通ならディフェンダーいなくなったところに1人スポンとこう埋めるんですけれども、あえて本当にマンマーキングの状態で相手と同じ状態でいいという形で、マケレレを投入して、左サイドでそのまま投入してますよね。大変でしたこれマケレレは、はい、でしかも今も上がってますね。なんですよ、本当に動くんです。攻め上がった後すぐに守りに入っていました。よく続くなというこのスタミナなんですが、さあそしてこれまた数的な優位になりますが、アストンビア右サイドボールが出ました。さあチャンスです。打ってきました、シュート、エヒオムのシュートです。アストンビラもまだその時間的には焦るような時間ではないんですが、そしてそのアストンビラ選手を変えてまいります。ニュージーランドの出てきましたね。いよいよです。バッセルが出てまいりました。そして15番のバリーが退いていきます。さあ本当にバッセルコール、さあ出てまいりましたバッセルです。18歳です。まあ本当にこのプレミアリーグ応援だけではないというこのバッセル。グレゴリー監督もこれでいけると、なんとなくこうなんとなくこう、役者を揃えたよという表情でしたね、はい、時間的には後半の20分ですから、まあ、25分残っているわけですね、はい、十分にこの中でそのバッセルを投入して戦えるというジョン・グレゴリー監督のこの手腕でありますが、そのバッセルが行きます。ボールをキープします。このバッセルの良さはこれウェルさんどの辺にありますか。やはりですね、ストライカーのタイプにもいろいろあるんですが、はい、選手で説明しますと、はい、非常にこうスピードがある、そして、どんな相手をもこうかわしていくという、例えば、はい、ロナウドのようなタイプ、でそれから、まあ、応援も非常にそれ似たタイプなんで、はい、シャープなタイプですね、それとですね、前半にお話をさせていただきました、はい、非常に上手い選手というのはタッチ数が少ない、それで決めてきたりこう仕事をしてくると、はい、でバッセルはそういうタイプですね。ですから以前いたそのバルセロナにいたロマーリオですね、今フラメンゴの方にいますかね、と同じようなタイプですね。なるほどね。まあ、動き方はちょっと違うんですけれども、はい、ストライカーのタイプとしては、本当に、少ないタッチでこぼれ球をうまく狙ってますよね。96年にアストンビラを1年目でこれユース記録が39ゴールですかね、得点を取りました。これはすごい記録なんですよね、ポリモアとそのバッセルのコンビネーションになりますが、ゴール前飛び込んでいきます。この人はバッセルです。当然来ますよね、そして、まあ、トップの初ゴールが8月の23日でした、まあ、プレミアリーグのそのリーグの中で1点を取ったんですが、とにかく応援だけではないという本当にアピールしています。特にこの1回戦第1戦ストロンスクドセとあのゲームで途中から出てきて2点を取りました。あの時は後半の35分に出てきたんですけど10分で2点を取ったんですね。そうですね、本当に非常に効率の良いところですね、ですよね。
ですから逆に言えばこれ25分だったら3点というと計算が分かりませんが、はい、ジョン・グレゴリー監督ですから、コリマももっともっと生きていきますね、バスケットでね。そうですね、さあ、そしてこのフリーキックはスルタです。まあ、ですから、1人少ないということも含めまして、はい、これは、スリートップのような形で使ってますよね。まあ、枚数を増やそうというね、はい、となりますが、ヘンドリー、そして、トイラーから左サイド、アウトダメです。しっかり持っていきたいところなんですが、ないと。ですけど、今度はアストンビラが動いたのはですね、はい、左サイドは面白いことに開けてるんですよね、これがどうなのか、ちょっと私は危険だとは思うんですが、はい、まあ、点を取らなければしょうがないですので、左サイドはですね、攻撃の場合はライトが上がっていくんですね、はい、そして、開けといて真ん中に2人、9番のコリモアと、はい、それから22番のバッセルを入れて、はい、そして右サイドがヘンドリーという形ですね、ですから左サイドがポカッと空いてるわけなんですよ、はい、まあ、そういうことも含めまして逆に空いてたの関係ですので、セルタ・デ・ヴィーゴの場合は、サルガドが少し前に上がった状態で 3-5-2 の状態ですね、 3-5-1 ですね、という形ができると思いますね、カルピンです。そしてそのカルピンに変えて7番のトマスが入っています。選手を変えてまいりました。まあ、この辺はセルタの方も選手を変えながら当然このチームの方を構成していかなければいけません。2点をリードしながらも1人少ないんです。ベレスが退場になりました。後半の11分でした。数的不利の中でこのセルタが戦っています。今日はさあドリッパーがボールを持ちました。そのトマスが詰めますが壊されます。さあそしてコリモア今度は右サイドから中入れます。そしてこの右サイドです。このヘンドリー、あっとこれもダメです。もう一回、まあ、この辺は数が一人多いわけですから水風呂が確実に支配してまいります。そしてライト回ってまいりました。今度は左から攻めたんです。ジョアキム折り返してこの辺のラストパスが一本通らないんですね。そうですね、ちょっとその辺が雑ですね、はい、この辺まではいいんですがその後なんですよ。これももったいないですね、タイミング合ってないですね、はい、タイミングを合わせるような行為というか、基本的なことなんですけどね、はい、目と目が合った時に寄ってくる飛び出すということがですね、できてませんね、はい、焦るような時間ではないと思うんですかね、やはりでも小さな個人個人のレベルではかなり焦ってるんだと思います。あ、なるほどね。しかし前半から非常にこのタフなゲームになっていますから、こういうゲームの中で、まあ、両監督ともに非常に苦しい戦いでありますが、この2回戦の第2戦です、まあ、これでその3回戦が決まるわけです。まあ、現在はセルタが非常にいい形で、そしてペニフがボールを持ちました。ファウルありません。さあペニフが行きます。横へ流してここは時間をかけます。モストボイ、エヒオがボールを出しました。こういう形でこれ失点してしまうとアストンビラも決定的ダメージになりますから、はい、この辺はちゃんとこうケアをしなきゃいけませんね、そうなりますね、途中から入っているエッケン本当に少ないですね、はい、これはもう3人で、ペネフ、そしてドレイパのクオリティが低いですから、どうしてもその数的に、有利なんですが、やはり活かせないですね、ですね。そしてどうだ、クラーよく出た、キーパーナイスキーパーです。いい判断でした。
の先ほどグレゴリー監督が、自分の方グレゴリー監督が立っているサイド、アストンビラの右サイドから攻めろということを言いましたね、やはりあのちょっとですね、トマスですか、新しく入ったこのトマスがですね、スピードに欠けるところがありますよね、これまたペレフにイエローカードが出ました。その表情です。アンシオン・アマン今日の主審です。しかしあの本当にサッカーはですね、知的なゲーム、本当に頭脳の戦いという、あの動く、チェスというようなことをよく言われるんですね、ヨーロッパでは、本当に今日の試合は局面局面によって両監督ともですね、本当に機敏に対応してます、ですから、なんていうかこう本当に小さな部分を気にしながら、戦いに挑んでいるという点でですね、非常に面白いですね、さあそしてヘンドリーから横に出てきました。さあここはまたチャンスになります。そして上がってここは取り返しちゃダメです。この辺の精度なんです。あそこまで行くんですがゴール前ではどうしてもフィニッシュまで行きません。あのやはりこのジョロビッチとそれから、カセレスですね、この両センターバック、あのジョロビッチは左サイドも今やってますけれども、あのやはりかなりいいですね、効いてますかね、でしかもまたあの、グレゴリー監督がですね、バッセル入れて3トップ前に3人置くような形で、また、フェルナンデス監督がですね、ディフェンスラインを4枚に増やしましたね、今のこの、トマスを左サイドに持ってきまして、ディフェンスラインを4枚に戻しましたね、これやっぱりあの大きな目で見れば確かにセルタも1人少ないんでしょうが、ただ局面だけを考えたらこれ1対1、2対2、これ差は出ないわけですよね。そうですね、ですがそういった意味でしっかりこれセルタのを守っています。意外と攻めているようで最後までいかないのはこのアストンビラ、右サイド、そしてコリモアです。この右からコリモアが行きます。コリモアも左右かなりこう動きながらの折り返しボールになりますが、さあそしてコリモア一旦返しました。さあ横へのパスになりますが、中盤は支配するんですがその後が続きません。アストンビラ、これもダメです。7番のトマス、75分を回っています。後半30分が過ぎました。そしてマケレレ、この辺の、本当に散らし方逃げ方も上手いですね、ですね。そしてサルカド、セルタがボールをキープします。これはカットしました。さあここはチャンスなんです。この辺から早く行きたいんですがライト、そうですね、今はいいんですが、さあゴール前取ったんです。時間をかけました。ヘンドリーが来ます。ダメです。なんかこうペナルティエリアの外まではボールは持ってくるんですが、その後なんです。セルタでフィーゴのディフェンスが非常にうまいですね、また本当に何回も繰り返しになりますが、このマジーニョがですね、実に憎いですね、コントロールしてますね、本当ね。モストロイ、そしてそのマジーニョ、またからファンなんです。その辺がちょっとやっぱりアストンビラの方もね、イライラと、そしてまた時間が過ぎて、その辺の気持ちがなんかこう出てしまいます。ドレイパーファウルを取られました。そしてここでまた選手交代、セルダです。カデッテですね、ここ11番の、そうですね、14番のペレフに変えます。なるほど、ペレフも大きなタイプのストライカーなんですが、本当にこのビクトル・フェルナンデス監督は勝負師ですね、カデッテというのはですね、本当にピンポイントで点が取れる選手なんですよ、で1人で点を取ってこれる選手なんです、ですから、今4-4-1のようになってます、セルタでフィーゴが、そしてその1人で取ってこいという形だと思うんですね、もう1点取ったら本当にもう、どうしようもないですから、そのカデッテが左サイド、そしてここ
はアストンビラがボールをキープします。マケレアがこの左サイドを戻していますが、さあそしてここから上がっていきます。中入れますが、ここだ、ここで壁があるんです。ここはやはりカセレスとですね、ジョロビッチのところはこれは通らないですね。結構でも強引に行きますね、はい。さあそしてこのカテテボールを持ちます。打ちます。目に当たりました。もう1回負けられたら左サイドトマスがボールを持ちます。セルタが攻めていきます。この辺はもう時間をかけてもいいところです。これはファールはありません。ファールを取りません。さあそしてアストンビラボールをキープです。ハーフウェイラインから上がっていきます。今は早いですね、はい、もうそろそろクロスのタイミングですけど、ちょっと遅いですね。ポリモアです。これではですね、はい、今ちょっと画面に見えたでしょうけど、ディフェンスラインがほとんど揃ってますね、はい、ディフェンスライン、それから、ハーフが戻ってきてます、特にマケレレをどれだけ触れるかと、マケレレが追いつかない状態でやらないとですね、はい、まずいわけなんですが、アストンビラはなかなかそれができないですね。だからこういう時だからこそ上田さんおっしゃってた、やっぱりこう早い形でワンタッチ、ツータッチ、はい、こういった形でボールを回したいんですよね。ところが意外と時間がかかってしまうんです、はい、特にこのイアンライトが遅いんですね。右サイドエヒヨムです。そしてヘンドリーが中に入れました。それとまあ本当にこういうのは終わってみなければわからないんですが、はい、ここはカテテが、あっとよく戻りました。4番のサウスゲート、右サイドにヘンドリーを置いてるんですが、はい、彼はそのサイドウィングサイドのプレイヤーではないんですよ ね。ですからあまり力強さであったり、ここから抜いてというのはあまり期待できないんですよ、はい、でそうなると、やはり右サイドに出すヘンドリーを出した方が良かったのかなというのはありますよね。そして折り返してたんです。ですからこの辺ボールがなかなか中に入りませんから、バッセルをこれ全く生かしきれていませんね、はい、ですからやはりコリモはヘディングも強いですし、はい、それからジョアキムをですね、左サイドに持ってきてるんですよ、はいはい、今ですから右サイドのままでやった方がいいんではないかなと思いますね、でその方がクロスが入ってきま す。そしてコリモアが競ります、はい、そしてバッセルがこぼれ球、もしくはまあバッセルが競ってコリモアでも構いませんし、はい、コリモアがニアに飛び込むでも構わないと思うんですね、はい、その右サイド、いわゆるこうセルタから言えば左サイド、これが今弱くなってるわけですよね、薄いわけですよね、はい、ですからなおさらも右からの攻めが必要なわけなんですが、結局カットされました。あと残り10分です。そしてこの人がマジーニョ、逃げボールを出します。ですから3トップ、それから3トップ以外にはこう4トップみたいな形で 前のスペースをですね、はい、全部消しちゃってるような状態なんですね、モストボイとマケレレのタイミングがありません。これもダメなんです。カットされてしまいました。これじゃいけません。アストンビラ、さあトマスが行きます。そしてクリマが競っていきますが、トマス逃げますね、はい、逃げますね、これでいいんですね、これはもう逃げます、はい、この辺が本当に、時間をうまく使っていく、ということですよね、ここからそうですね、もう残り10分ないわけですから、セルタから言えば本当こう時間を費やしながら行きたいと、はい、そうですね、ですからこういう形でやるとやっぱりボールキープですとかタイミングですとか、はい、いろんなことを選手たちも経験積んできますから、実はホームアンドウェイの、引き分けというのは重要なコース、インターナショナルレベルで戦っていくための、本当に重要な、まあ、ファクターであると思うんですね、はい、ですからです、ね、日本でも引き分けという考え方は、一つ、そろそろ考えた方がいいんではないかなと思うところがありますね、しかしここはアストンビラは上田さん本当にこう苦しいですね。なんかこう一つ突破口を見出したいんですが、なかなかそれができません。アストンビラも同じです、こういう形でボールを自分たちで運びながら、ある時にチャンスが来るのをですね、待った方がいいと思います、それこそ決して焦ることなくですね、いろんな形で待った方がいいんじゃないかなと思いますね、ただなかなかこのペナルティーの中へは入っていません、はい、その辺が非常にあっと打ってきました。シュートです。
まあ、こういう形になりますよね、当然ね。もっともっとこう中を崩してそして入り込んでいきたいアストミラなんですが、さあ選手が変わります。16番のグレーソンが入ってきます。そしてトムソンが外へ出るという格好になります。3人目の選手交代ということになりました。アストミラグレーソンです。トムソンも悪くなかったんですが、ここはとにかく点が欲しいところです。もう1分15分ぐらい少しですね、はい、トンプソンの場合はですね、運動量というかサポートに入る、時間が遅れてきましたね、はい。ジーニョから左サイドボールが出ました。またセルタがボールキープ。空手これはうまいですね、ですよね、全く無理しません、はい。それでボールが回っちゃいますから、これ人数的には本当アストミラ多いんですが、はい、全く関係ありません。このマケレのこのプレッシャーいいですね、はい、大きいですね。7番のケイが通せています。ファールになりましたけど、はい、このプレッシャーはすごく大きいですね、相手のカウンターアタックを止めるという点で、はい、オークス長いキックです。なかなかああいう場合ですね、あ、取られちゃったとか、はい、ダメだっていうふうに少し諦めてしまいがちなんですね、で実はそのあそこで時間をかけさせるというのがですね、はい、味方ディフェンダーもしくはミッドフィールダーを戻らす時間を作るんですね、はいはいはい。さあコリモアがボールを持っていきますが、あとこれファールを取られましたか。モストボイです。さあここはしかしアストンミラはチャンスになります。3対1です。2点差、セルタが2点のリードしています。第1戦はアストミラがアウェーで勝ちました。しかしこのホームに戻って非常に苦戦を強いられています。さあアストミラは大事にしたいですね、はい、これはコリモアとそして8番のドレーパーがいますが、これだけの助走を取ります。当然一発もフリーキックでゴールインという、はい、そういった構想を描いているキックになりますよね。でそしてあわよくはこぼれ球でバッセルという形でしょうね、さあコリモアが蹴って、あっと一塁壁に当たりました。ボールがこぼれています。さあここもチャンスになりますが、ボレーシュート、やはり今のもバッセルですね、はい、あの辺の感覚というのは本当に、よくできてますね。しかしこれアストンミラー上田さん、もう本当に時間がかなり気になってきました。てしまいますと3回戦進出はスルタという格好になりますが、ベチュレールがボールを蹴りました。あと残り5分です。前半は2対1でした。サンチェス、そしてボストボイ、スルタが2点、一方はコリモアが1点を取りました。そしてこの後半に入って3分でした。ペレフの貴重な1点こぼれ球、まあ、これが大きな1点になりました。そうですね、ほとんど時間なくて2点ビハインドになりますけど、あ、ごめんなさい、違いますね、6点計算になりますので、アウェイの3点ですかね、はい、そうですね、マイナス3ですから、やはりこれ、まあ、アグリゲートという形でこう、はい、勝ち上がっていくためにはですね、アストンミラはやはりこうパスゲームというかもっともっと、はい、放り込んでいいと思いますね、特にバッセルという武器、そのために入れたんですね、はい、ですからこの辺がちょっと、はい、残り少ない時間帯でわからないですね、本当に戦い方によってはエヒョゴは前に上げるということもできると思うんですね、本当にこれ攻めているようで、だから上田さん、これなんかセルタのペースでひょっとしたらゲームが進んでいるかもわかりませんよね、はい。苦しくなってまいりました。グレーソンがボールを持ちます。そして中に入れますが、全部こういう風にカットされてしまいます。これではもう何にもできません。ここはうまく本当にそして負けてない、鍵を閉めた状態ですね、はい、そしてここからグッってきますが、打ってきます。シュートです。これで止まりますから、ここでまた守りに行けるという格好になります。
んか、しかしアストンミラも一工夫二工夫が欲しいところなんですが、これバッセルを入れてからもほとんどこの攻めは変わっていません。しかもこういう形でコリモアが中盤に下がってきて、そしてクロスを上げるということですよね、ということはやはりストライカーが一人減っているということですから、あまりいい状態じゃないと思うんですね、そのままゲームが終わってしまいますと3回戦進出はセルタになります。バッセル、そしてヘンドリー、左足で中入れます。そうですね、こういう状態ですね。そして打ってきてシュート、キーパーよく反応した。これキーパーの反応がすごい良かったですね、ジョアキムのシュートはデュトゥレールよく防ぎました。この辺のリズム、流れもやっぱりセルタかなという、そんなこのデュトゥレールの動きでありました。さあコーナーキックになります。ニアサイド低いボールから簡単にクリアされました。ここはもう誰もいますよね、当然です。全員が攻めに入っています。この時間帯ですから、もう本当にキーパーも上がってしまってもいいくらいの時間帯ですよね、これね。そうですね、本当に5番の影響もですね、上げたりして、少し策を下ろした方がいいんじゃないかなと思いますね。なんか同じようなこれパターンで来ています、後ろで回しています。そうですね、こういう形ですね、こういう形でこぼれてくるわけですから、さあそしてシュートです。これもキーパーです。ですから先ほどからその本当に、ロングボール、クロスのボールを上げることによって2度シュートのチャンスがあるわけですよね、バッセル、これも後に非常にやはり、フィジカル能力高いですから、こぼれ球必ず作ってくれますので、もっともっとだから早い時間帯であれやっておかなきゃいけないですね、後半の10分以降はもういいですね、上げて常に1人多いというこのアストンビラ、ベレースが退場になりました。セルタです。その中でしかし5分以上に戦っているセルタです。ボールを回していきます。ベレース、そしてライト、ヤサイ、フリマです。中入れました。さあ流しています。もうほとんど後半も時間がなくなってまいりました。さあショートボールを使います。そしてコリバが後ろ、あっと打てないか。もう一回チャンスになります。さあスケート、中入れました。そしてモストボイから今度はこのセルタが攻めていきます。打ってきました。そうですね、こういう形でシュートで終わってくればいいわけですから、あそこ1本出ちゃうともう全員が攻め上がっていますから、当然ねこういう形はできるわけなんですが、さあそして手元の時計ではもう90分、後半も45分回っています。これも勝利という点では上田さん、ほとんどもこれセルタになりますね、この時間帯にしてですね、やはり3点差というのは大きいですよね。スタイムをどのくらい取っているか分かりませんが、それは中で3点取ってもきつい、これも遊びになりますが、しかもセルタの方も全くこれ乱れていません。非常にしっかりした守りを見せています。ヘンドリーがボールをカットしました。そして1本出します。右サイド、バッセル、そしてバッセルからもう1回開きます。この辺がこの人の見せ場なんですが、どうです、トラビッチ、この辺は大きなクリアでいいんです。これはファウルを取られます。そしてイエローカードになりました。ドレイパーです。前半からとにかくものすごいゲームになっているんですが、後半も本当にこうなんか一呼吸置けないような状態の中でこのゲームは進んでいます。しかしもうセルタの方が随分と楽になりました。もうロスタイムに入っています。セルタはホームで1対0で負けたんですが、しかしこのミラパークへ乗り込んで3点を取っています。これも早い、負けれで、まだ負けれで落ちてませんね、これね。そうですね、
スからディフェンス、すべて右から左へと、そういうボールですね。ですね。さあここは早い時間で行きたいところですが、1本2本とつないで、さあそしてゴール前を持っていきますが、バスにいます。さあバスがボールを持ちました。そして打ってきますが、カメラに当たります。こぼれたボールは結局はセンターが支配です。この辺はマケレレから時間を使いながら攻めていきます。セルタ3回戦進出をかけています。ほとんどもそのセルタの方が勝利を手中に収めた格好でゲームは進んでいきますが、さあフリーで右サイドからサルタドが打ってキーパーに反応しました。今の入ってたのを転んでるところでまだ踏み、ね、倒されるという格好ですが、はい、しかしもう勝敗という点ではこれはもう、もう決まりですね、はい。しかし今のマジーニョもうまかったですね、はい、あれだけのプレッシャーをかけながら、本当に上がってくる選手をうまく生 か,、はい、かすことができるゴールキープですね、まあ、ですから本当に上がれるわけですよね、はい、あの両サイドのディフェンダーも含めて、ですからこれ個々の能力そしてまた組織力、やはりなんかセーターの方が一枚上だったのかなという感じで、ね、はい、来てますよね。1枚そして2枚ぐらい上に感じられますね、今の状態では、そしてまたセンターバックの、はい、あのカセレス、それからジョロビッチというのが非常に、はい、地味なんですよね、あの戦術が優れてますし、それからスキルフルなんですが、はい、派手さはないんですね、逆にディフェンスはこれ派手でない方がいいんでしょうけどね。ほとんど時間はありません。エヒオムですが、そうですね、これヘッドも強いですから、もっともっと、ね、前で勝負したい選手だったんですが、はい、もう少し動かしてもいいと思いますね、そして結局ここで笛が鳴りました。ゲーム終了3対1、スルタが勝って3回戦進出を決めています。まあ、これもスルタ見事な勝利ですよね。そうですね、あのスルタはあの非常にチャンスを作りましたね、ですね。結局スルタが見事に勝ちました。このアウェーだったんですが、3点を取ってアストンビラを制しています。そして3回戦進出を決めています。その飲み応え、バディーズ。自由ってやつを楽しみましょう。バドワイザー。あ、風邪。コルゲンエアラインはね、ちょっと見て。鼻から喉にかけての風邪の症状を一斉に抑えていくの。だから引き始めだって進んでしまった時だってよく効くってわけ。コルゲンエアライン。手の荒れにケラチナミンがなぜ効くのか、ちょっと見てください。このクリームをカサカサした部分に塗ると、体の中の水分がここぞっと集まってきて皮膚をすべすべに変えていく。これがケラチナミンです。4年に一度ヨーロッパチャンピオンを決める大会、それがユーロ2000。ヨーロッパサッカー連盟加盟49カ国によって1年半にわたって争われます。その予選の模様をスポーツザ ESPN では約70試合オンエア。強豪国そしてスタープレイヤーのレベルの高いプレーをどうぞお楽しみに。結局このゲームは、まあ、3回戦進出を決めたのはセルタでありました。なんかセルタのいいところばかり上田さん目立ったようなゲームになっていましたね、これね。あのセルタでフィーゴですね、やはりあの今シーズン、はい、それから、まあ、8位ですね、こんなに好調なのがよく分かりますね、ただゲームそのものは本当になんか面白いゲームでしたね、はい、あのいろんな局面が出てきましたので、はい、それによる監督の采配ですとか、はい、それから選手たちの変化というのも見れましたので、本当に面白かったですね、このサンチェスのゴールから始まったんですが、まあ、前半で2対1になりました。これがその PK を取られた場面なんですが、ちょっと手で触ったということで、でこれであのポリモアが決めるんです、はい、これでアストンビラが、はい、有利にな
ったんですね。そう、随分とね。ですからこの後、例えば、ゲームの内容としてはまた別ですけれど、はい、勝負ということを考えてどうして逃げ切れなかったんだろうというのが悔やまれますね。そうなるとやはりモストボイのあのフリーキック、これこれやはりフリーキックからでしたから、本当にあの、まあ、崩されたというよりも、はい、フリーキックからの得点ですから、これやはり決定的でしたね。ですよね、きれいに決まりましたね。しかし、はい、そして後半まだこれ分からなかったんです、はい、ところがこの後半の3分でした。フェネフ集めていただけといえばそれまでなんですが、これがやっぱりフォワードの、ね、嗅覚なんですが、はい、この大きな体で一気に行きました。この1点はストンビラから言ったら随分ショックな1点じゃないですかね。もうこれ決定的ですね。ということで2回戦の結果出ていますが、まあ、得点の多いところはこれ1回戦2回戦のトータルですから、まあ、3回戦必須ということなんですが、リバプールバレンシアはアウェーゴールで、はい、リバプールがまあ3回戦必須を決めています。まあ、しかし、まあ、このセルタも、ね、非常になんか興味のあるいいチームでした。はい、これ3回戦も楽しみになりますね。はい、このゲームはウェファー公認コーチ上田純さんの解説、一挙上田明でお伝えしたんですが、上田さん本当に面白いゲームでした。はい、また次は楽しみですね。ですね、セルタが3回戦進出を決めています。